足の4連打はこれで簡単に綺麗に踏めるようになりますという話をしていこうと思います。どうもジョン・スミスと申します。この足の4連打、まあ出てくる頻度はそんなに高くないけども、この片足の4連打、こう8ビートとかでも、まあ、こういうのはまあちょこちょこ出てくるわけですので、品質ではないんですよ。まあ覚えておきたいフレーズの一つだよねっていう感じではあるんですけども、地味に難易度が高い。こうドラム始めたての方とかもそうやし、ドラム中級者ぐらいになってきたあたりの方でも結構苦戦するフレーズなんですね、この片足4連打。今回はそういった足の4連打ができない問題を解決するために、足の4連打はこういう風にすれば叩けるようになりますよという話をしていこうと思います。今回の動画を見ていただければ、なぜ自分は片足の4連打が踏めないのかという原因が分かって、じゃあどういう風にすれば踏めるようになるのかという解決方法が分かります。まあ、ということを知ることによって、自分もそれを実践して片足4連打が踏めるようになって、できることが増えた、やったドラム楽しいってなりますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまずはじめに、片足4連打が踏めない原因2つ話していこうと思います。この2つよくあるから、自分に当てはまってないから注意して聞いてねって、そういうお話でございます。ではそれでは1つ目の原因は、太ももから足を持ち上げているから踏めないというものでございます。これも片足4連打とかじゃなくても、バスドラムのそもそもの基礎的な話になってくるんですけども、このバスドラムを鳴らす、つまりペダルを踏むという運動において、この太ももから足をグイッて持ち上げるのはあまりにも無駄が多すぎるんですよ。どういう無駄かっていうと、消費エネルギー的な話です。この太ももって大きい筋肉じゃないですか。めちゃめちゃでかい、もう人体の中でも1位2位を争うレベルのでかい筋肉なわけですけども、こいつを使ってグイッて足を持ち上げるという行為にはすごく多くのエネルギー、これが消費されるんですね。ただ実際のところ、バスドラムを鳴らすという行為は別にそんなにエネルギーを使わなくてもできるんですよ。うん、例えばもう実際の連打とかもそうやし、4連打だけじゃなくて連打とか2バス連打とかもうそうなんですけども、声速い連打とかだって、この別に太ももの力とかほぼ使わずとも踏めるんですよ。だからその逆にこの太ももを使ってしまうと、もう消費エネルギーが無駄に発生してしまって、もう全然踏めない、すぐバテてしまうみたいな、そんなことになってしまうわけですよね。当然2バス連打とかですらも、この太ももの力をほぼ使わずとも踏めるという状態でありますので、この片足4連打を踏むときだって、この太ももから足をどん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 ってやる必要はないんですね。これは逆に無駄な動きになってしまいます。ただこれバスドラムとかにあんまり慣れてない人とかは結構やってしまいがちなので、太ももとか足の付け根からグイッと足を持ち上げるという動かし方をしてしまいがちなので、これは避けるようにしてほしいなと思います。2つ目の足の4連打が踏めない原因は、つま先でつっつくようにして踏んでいるからでございます。このつま先でついついついってこのペダルをつっつくようにして踏む踏み方、これも4連打をきれいに踏むためにはちょっと向いてない動きでございます。ちょっとこう足の動かし方、バスドラムの踏み方、特に高速連打とかを勉強した方は、その足先で踏むということを学んだかなと思います。特にこのつま先の方の筋肉だから、そこら辺の、まあ、足首とかすねの筋肉だからを使って踏むものだって、まあそういう学びを得た方もいらっしゃると思います。まあ実際それ自体は間違っちゃいないです、間違ってはいないんだけども、このつま先だけでこうつつつつつつつって踏むような動き、これはちょっと無駄なエネルギーが発生してしまうというか、ちょっと動きにロスが発生してしまうことがよくあります。というのも、このつま先でつい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 つってつつくような動きにも大きく2つの問題がありまして、まず1つはつま先に力が入りがちであるがゆえに、足首が固まりやすくなってしまうんですね。足首が固まってしまう、このつま先とか特に指ですわね、この今ちょっと靴下履いてるからあれけども、足の指がこうギュッて力入って曲がってしまうような感じで踏んでしまいがち。でこの足の指がギュッて曲がってしまうと、つま先とかに力が入ると、そこと連動して足首も硬くなってしまうんですよ。こうこの状態でギュッてやった時に、実際にやってみると分かるんですけども、この足をギュッて力入れた状態で、曲がったような状態でこう踏むと、足首がちょっと硬いなみたいな、足をふらっともう伸ばしてリラックスした時と比べて足首ちょっと硬いなみたいな感じがわかるかなと思います。4連打に限らずなんですけども、このペダルを踏むという行為をちゃんときれいにやろうとすると、この足首の柔らかさ、厳密には柔らかく動くことっていうのは非常に重要でございます。ここは柔らかく動いてほしいのにもかかわらず、この指先がギューってなって、このつま先とかに力が入ってギューってなってしまうがゆえに、足首が硬くなってしまうと、その求めている足の柔らかさが得られなくなってしまうわけですね。っていうのがあるので、つま先でつつく動きはあまりよろしくない、なぜならつま先に力が入りがちだからといったものもあるし、2つ目の悪いポイントとして、足が浮いた感じになりやすいんですね、この踏み方。こうつま先でつい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 って踏もうとした時に、この、まあ、4連打とかね、4連打を踏もうとした時に、このどうしても足が浮いたまま、このつま先だけをポイッポイッって動かすような、今ちょっと大げさにやってますけどもね、これ、
っていう感じになってしまう。この足が浮いたような感じになるっていうのがちょっとよろしくないんですね。これ太ももも疲れるしこのペダルのコントロール力という観点から見たらあんまりよろしくないんですよ。これ足が浮いたような感じになるっていうことはその時足を浮かせているということだから、まずその浮かせるために太ももの筋肉が使われてしまって足が疲れやすくなるというのもあったりするし、この足が浮いているということはつまり足の裏とペダルが、まあ、フットボード踏む場所が離れてしまいますよね。こう足が浮いたような感じでこうビーターだけつついて、ビーターじゃあフットボードがつついてビーターがブラブラしてこうですると足の裏とペダルが離れるわけですけど、足の裏とペダル離れてたらそもそもペダル操作できんくねっていう話なんですねよくよく考えたらそうで、ペダルを操作するこうビーターを動かしてバスラムを鳴らすためには足の裏とペダルってくっついてなあかんわけですよ。うん、その状態で足の4連打を踏みたいのにもかかわらず、これなえみたいな操作できひんやけという足の裏とペダル離れてたらっていう状況になってしまうわけですね。といった問題が発生してしまうので、このつま先でつつくようにして踏むというのはあんまりよろしくない。これをやってしまっているがゆえに足の4連打とかもしくはそれ以上の長い連打ができないということは多々あるので、これ自分が果てはまってないかっていうのをちょっと、まあ、振り返るというか考えてみていただければ幸いです。というこの足の4連打が踏めない原因2つの知識を前提として、ここから解決方法どういうふうにすれば足の4連打が綺麗に踏めるようになるのかという話をしていこうと思います。ではここから動画後半、具体的な足の4連打をきれいに踏むための方法なんですけども、解決方法アンクルモーションを使ってください。これが答え分かりやすい答えなんですけども、アンクルモーションってなんやねんっていうと、まあ、高速翼連打とかでもよく使ったりするんですけども、このアンクル、くるぶしあたりですかね、ここら辺、うん、ここら辺を軸として足を動かすことでございます。もうちょっと分かりやすく言うと、かかとを上下させて踏むことでございます。このかかとを上下させる動き、このかかとだけつま先つけたままでかかとを上下させる動きをすると、自然とでそれを速くしていくと自然とアンクルモーションになるんですよ。このここら辺あたりが軸となって、こうかかとが落ちたらこうビーターが動いてバスラムが鳴る、でかかとが上がって、でまたかかとが落ちて、まあ、厳密にはかかとが落ちてつま先がその後反応して落ちて、でビーターが前に進んでバスラムが鳴るっていう、そういう細かいなんか工程はあるんですけど、まあそこまで考えなくていいですうん、こうかかとを落とす、するとそれにこうしてかかとを落として、厳密には上げた時なんですけど、でするとつま先でこうフットボードを押す、するとビーターが前に動いて音が鳴るっていう感じでございます。というこのアンクルモーションを習得すると、片足4連打、引いてはそれよりももっと長い連打も綺麗に踏めるようになります。このアンクルモーションという動き、まあ別に名称は覚えなくて、それかくかかとを上下させればいいんだなって話なんですけども、注意点としてはつま先はつけたまんま、先ほどもちょっともう原因の方で申し上げましたけども、この足の裏とペダル離れてるとペダルの操作ができなくなったりとかして、いろいろ悪いことが起こってしまうので、つま先はつけたまんまで離さない、うん、足の裏、まあ、は指の付け根、足の指の付け根あたりとペダル、フットボードはずっとつけたまんまで、かかとの上下だけで踏む、こんな感じ、うん、まずはこの動きを習得してほしいんですね。まあ慣れてきたら5連打以上とかやったらいいんですけども、4連打に限らず、うん、まあ、まずは2連打とかでもいいです。別に3連打でもいい、まあ、ついでに苦手な足の3連打練習しようとかでもいいので、うん、基本このかかとの上下運動っていうのはバスラムの踏む動きほぼ全てに共通するので、ほぼ全てなんでたまに当てはまらんもんもあるけどもヒール2走法だったりとか、まあ、ヒール2もかかとの上下使ってたりするんですけど、まあそれはいいとしてこんな感じでこうかかとを上げた状態からかかとを落とすだけで踏む、でまた踏んだ後戻す、これを繰り返すだけ。まあ感覚としては縄跳びでジャンプするような感覚なんですけども、縄跳びでピョンピョンするとき足をね、足で地面蹴り上げるじゃないですか。この動きなんですけども、ただ縄跳びの動きって足の裏と地面離れるじゃないですか、うん、床が離れるじゃないですか。これを離さないようにするってだけ、うん、でございます。人によってはこれでできるかなと思います。この感覚だけで、うん、つま先をつけたまんま縄跳びの足の動かし方をする、これだけで十分できるようになるかなとも思います。このかかとの上下運動というバスラムの基本の動きができたら、だんだん速くしていく、別に連打でもいいし4連打3連打でもいいんですけども、うん、うん、だんだん速くしていく。でこの速くなるにつれて、このかかとの上下運動の幅、この上下する幅は小さくなります。てかまあ手でも足でもそうなんですけども、連打とか速くなってくると動きが小さくなるのは当然のことなので、まあそれはいいです。で動きが小さくなればなるほどビーターの返り幅とかも小さくなってくるんですけど、まあいいです、うん、それは自然の摂理なのでそういうものでございます。とにかくここではもうかかとの上下運動でバスドラムを鳴らす、ペダルを踏むという動きになれること、これが第一優先目標でございますので、それを重点的に練習していただければと思います。でこのかかとの上下運動、この縄跳びのような足の動きである程度
踏めるようになってきたら本題の4連打でピタッて止める、早くしていくでもいいし、この4連打でピタッて止めるっていう、早くせずに、あまり早くせずに4連打でピタッて止める練習もしていただければと思います。どっちもやっていただければ幸いです。早くしていく、この時ね、あくまでもつま先はそんなに動かさない感覚、いやまあ高速スロース連打とかなってくるとつま先を動かす感覚とか、まあ早い連打になってきたらあったりするんですけども、まずはかかとです。つま先が慣れてきたらまあちょっと使うような感じ、大体そんな感じです。まずはかかと、とにもかくにもかかと、何回も言いますけどっていう感じで4連打を練習する。で最後これ4連打で止める必要がありますわね、最後4連打でピタッて、止める必要がありますので、4連打でピタッて止めるとこまでをセットで練習していただければと思います。でこの4連打目でピタッて止めるためのコツというものがありまして、人によって合う合わないがあるので、もう2つパターンを紹介するんですけども、まず1つ目の4連打をピタッて止めるコツは、最後4発目かかとを上げるでございます。4発目でピタッてかかとを上げる、上げてしまう、でするかかとをグイッと上げると足首固まるんですよ。ですると次こう連打ってこうバスロムで踏めないですよね。で連打にも続かないっていうのがあるので、1,2,3,4 でもう足首をロックしてしまう、この踏み方もまあ一つおすすめでございます。っていうのもあるし、もう一つおすすめの踏み方としては、4発目でかかとを全部落とす、でつま先をちょっと上げる、っていう感じ。1,2,3,4 もうかかとを全部落とし切ってつま先もちょっと上げるような感じにすると、こう次5発目いけないですよねもうかかと全部落とし切ってるから、かかとの上下運動っていうのは発生しなかったりするし、もうつま先もちょっと上げてるから、そもそもペダルも踏めないよねっていった、そういったことがあるので、4連打でピタッて止められるよねという、そういう理屈でございます。この1つ目と2つ目どちらもそのかかとの上下運動をこれ以上発生させないっていうものでございますわね。こう4発目でピッてかかとを上げるのもそうやし、全部落とし切るのもそうやけども、それ以上かかとの上下運動を発生させないような動きをする、まあ、そういうフォーム、構えを取るっていうのがこの4連打目でピタッて止めるコツだったりするので、まあ、4連打に問わずね、バスルームをピタッて止めるためのコツやったりするんで、ぜひそこも覚えていただければ幸いですという話でした。はい、まとめです。今回は片足の4連打という話をしましたけども、今回お話しした内容それ自体はバスドラムの基礎的な踏み方であったり、4連打以上のもう2バス連打とかでも共通するような話なんですね。ですので今回私が喋った内容を実践していただければ、もう4連打とかじゃなくて、そもそものフットワークレベルが上がります。ほんでこのバスドラムのレベル、フットワーク技術が上がると、ドラム演奏全体の品質も上がります。やっぱその体において足って土台やったりするので、この土台が安定して踏めるようになる、こう余裕を持って演奏できるようになったりすると、この上半身もブレなくなってくるんですね。逆に足がブレブレやと、それが影響して上半身もブレブレってしまったりとか、あと演奏全体がなんかガタガタガタってなってしまったりとかするんですけども、それが起こらなくなって、ドラム演奏全体の品質も上がって、よりドラム生活が楽しくなる、やったーみたいなそんな感じのことが得られますので、ぜひやっていただければ幸いですという話でした。まあ本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの練習について情報発信してますんで、よければチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたしますという感じでした。本日はそんなところで以上、ジョン・スミスでした。